お疲れ様でです。速歌塾の久保です。のの、あ出会い系サイトっていうのがたくさんあってですね、まあ、私も結構使ってた時期があったんですけどもその中でね、うん、あの私もビジネスでやってたところが多かったんで出会い系サイトのこのチャットのね攻略方法っていうのがあったわけなんですよでそれも無料版と有料版とあとね代行版っていうのがあるんですよこの代行版っていうのがすごいんですよ、まあ、要するに、この会話と 文字盤でののやり取り取っていううは全く違うスキルが必要なんでですよねでも両方とも得意な人がいるんですよ。で私の場合は両方とも得意な方なんですけどもだけども短い文章で人の気持ちを動かすことが苦手な人っていうのはチャットで失敗するんですよね。で出会い系サイトって直接の会話って今なくって大体文字盤でのチャットなわけなんですよ。だから会話を使えないで、えー、言ってみればあの自分の素顔もなかなか出せないみたいなところでチャットでどういうふうにね 人の心を掴んでいくかってことが大事になっていくんですけどもそのチャットで有効な言葉と有害な言葉っていうのに分けられてるんですよねで下手な人って使っちゃいけない言葉を使ってるんですよ例えばね40代の男性が20代の女性に絵文字をばらまいたようなメッセージを送ったらどうですかってことですよねだからこれ使っちゃいけない例ですよねでやっぱり知性的に感じさせるような言い回しとかそれでいて受け取りやすい漢字の並びっていうのがあるんですよね で嫌味のない横文字とかねでこういった例文っていうのはもう完全にテンプレート化されていてで下手な人ってこれがわからないんですよで自分なりの表現とか自分なりの言葉で喋りながらあ会話って難しいなに落ち着くんですよねでも会話が難しい人が会話で恋愛を成立させたりとかねそれからビジネスを契約させたりってことは不可能なんでじゃあそういう人はもう退場するしかなくなっちゃうんですよもしくは 難しいを簡単ににすするための鍛錬が必要になってきますでその鍛錬の一つの道具としてチャット例文とかっていうのを読み込んでいくとかねそれから今だったら AI でやり取りを練習するようなねそういうふううななサイトもあるわけなんですよでそういうので鍛えて鍛えて鍛えていくもしくはコンサルの先生についてどのようなやり取りをすれば自分は制約率が高まるのかとかあのまあ意中のねお相手を異性を口説けるのかっていうのを指導を受ける場合があるんですよ。 で、で究極は代行なんですよねこれは一番費用が高いんですけどもあのチャットあ,ある方法でねこう別転送してその通りにこう,うまくいくようにやり取りをしてもらってその模様をずっとライブで見るみたいなのがあるんですけども一人人の人を食うところに30分から1時間でで完了してしてまうんですよそのくらい文字盤のやり取りって実は人の心をつかむのかそれともそのままの関係でいるのか逆に「さよなら」っていうふうにいわゆる既読する未読するを作ってしまうのかっていうぐらい違うんですよ。 あの会社の履歴書で、えー、面接にも進めない方っていいますけどもあれと同じなんですよねじゃあ面接は何かっていうと実際に会ってみますっていうふうな最初の1日なんですよでそこでアウトになる可能性もありますけどもじゃあなんでアウトになるかっていうと文字盤でのやり取りと実際がかけ離れてる場合はそうなっちゃうんですよただこれにもちゃんと対抗策がありまして文字盤でのやり取りはスムーズだったんだけども実際の会話は下手なんですっていうと多分相手も同じ気持ちなんで共感してくれるんですよね えー、もちろん文字盤で上手でね会話も上手な人っているんですけどもそうなると今度は逆にですねなんでこの人がモテないんだろうとかねなんでこんなに面白い人が売れ残ってるんだろうという不信感を生んでしまうんですよこれは男性から女性でも女性から男性でも同じなんですけどもでそのためのトレーニングの教室とかが昔あったわけなんですけどもねこれがなかなかね興味深くってそのテンプレート集も膨大にあるわけなんですけどもそのテンプレートをちゃんと読んでるかどうかってことをその日々もしくは1週間に1回テストしてくれるんですよね。 それによって圧倒的なそのチャットでの会話術が鍛えられるんですよそうするともうほとんど百戦錬磨10人中9人まではあの会いましょうにさせることができたりするんですよねそれは男性版があったり女性版があったり年代別があったりとかカテゴリー分けされてるんですよほんとに何かその情報があるのとないのとでは人生が全く変わってきて同じ表現をしてるのになぜか嫌われる人とかね同じ表現をしてるのになぜか人気が集まる人っているのが まあ奇妙なところですけどもでもそれも全部メカニズムは人の心理ですからねだからそういうふうなことを学べるかどうかそのチャンスがあるかどうかそのチャンスをものできるかどうかっていうところが、まあ、きっとこれからの人生を大きく変えるんだろうなと自己流でうまくいってる人ならいいんですけどもそんな天才めったにいませんからね <laughs> 自己流でうまくいってないのに結局は人から教わることをやっぱり拒絶するっていうか今までの自分の考え方がこうだったからあなたの考えは違いますっていう風に拒絶し続けて、まあ、望まない人生をね 歩んでいったりとか、下手な会話をそのまま続けていったりとか、うん。で、会話ってのは無益ならまだしも有害になることが多いですからね、まあ、そうなると自分の人生が有害になってしまいまいす。まあ、人は言葉で思いを伝えるしかなくって言葉以外で伝えるのがまたこれね上手な人ならいいんですけども大体言葉が下手な人って態度も下手なんですよね。ですんでねどこを切り取っても一時が万事になってしまわないように何か一つで引い出たものがあればそれをもとにさまざまな場面を突破できるのかなと。 特にあのスマホを使う人っていうのは誰かとのやり取りをしてるんですよだからそこを感じるとリアルな会話がダメな人って基本的にチャットもダメなんできちんと鍛え直した方がいいかなというふうに思いますねだから最初から上手な人って多分いないと思うんで、えー、特にあの学校の成績がいいわけでもないしそれから良好な友人関係はね莫大築いたわけでもないし。 なんかどっちかっていうと「ここもダメあそこも駄目」って流れ流れて今のところに来ちゃったみたいなねあの、まあ、そんなねあのいわゆるコミュニケーションの流れ物みたいなね <laughs> そんな小さなコミュニティもありましたけども、うん、確かにそういうとこでは会話そのものが深いというね空間だったんですけどねああこんな風になっちゃうんだと思いましたけども、はい、あとグダグダと言いましたけどもその主に LINE などのやり取りをする場合は 質の悪い会話を投げれば質の悪い人が近寄ってきますし質の高い会話をすると質の高い人が寄ってきて、まあ、それこそね、えー、付き合う人が変わるということになってきますんで、まあ、慎重に言葉を選んでいきたいかなというところでございますねはいじゃあ補足動画は以上でございます、えー、そういう風なね LINE、えー、講座があればすごく LINE とは限らないけども チャットの上手なやり方講座なんかがあったらそれは受けるんじゃないかなと思いますが、まあ、これは DIK サイトの例でも本当にそのの講座を受けた人はものすごくうまくいくんですようまくいくいけども今度ね実際に会いましょうっていうのが DIK サイトにはあるんでそこで落選することもあるんでそこはそこでまた別の方にご指導を受けなければならないってことなんですけどもあのその、ね、ちょっと長くなって恐縮なんですけども <laughs> DIK サイトがものすごく上手にできる人ってもうはや人間関係で困ることないんですよね。うん もちろん出会い系サイトで男性が女性にメッセージを送る場合は女性はその商売でやってくるエンデリっていうのもいますのでその人はちょっと関係ないんですけどもでも本当に普通に出会いを求めてる女性をそのエンデリがたくさんいる中でね見分けてその人に到達してちゃんと真剣交際に行くっていうのは相当なねコミュニケーションレベルが高い人になってくるんじゃないかなと思いますね、うんはい、まあそれであのね顔出し YouTuber と覆面 YouTuber っていらっしゃいますけどもやっぱこう会話がね ななかなか難しいいいよっていう人ももると思いますけども基本的に自分の姿をさらすことにリスクを感じていらっしゃる方が覆、まあ、面 YouTuber みたいなのを選んだりとかもっと言うとさっきの VTuber みたいなね自分の理想の姿で出たいっていう人もいると思うんですよ要するに化粧する女性みたいな感じでね、まあ、男性も自分の姿にコンプレックスを持っている場合は自分の理想の姿として演じていきたいってところがあるというようにですね、まあ、そうなるとそのイメージしたバーチャルな姿に マッチしたねトークっていうのもやっぱりこれはできていかないと違和感がものすごく出ちゃうってことになりますんでこれはこれでまた別のスキームが必要なのかなと思いますけどもいかがお感じでしょうかということを今回の補足動画長くなりましたね補足動画に加えさせていただきましたではお疲れ様でございます